イェイポリンです。超究極芝泰樹さんやっていきたいと思います。このステージ詳細いきましょう。ゼロコンティニュー専用ステージ、ハートなしステージ。一部の敵は弱点効果アップ、 HP 残量が多いほど攻撃力アップということになっております。で、竹道ミッションも一緒にクリアしたいなと思って、ヒーリングボブスロー持ちの竹道連れてきました。ただ竹道はダメージボール持ってないから注意です。ここのダメージボールがあります。何回か挑戦して負けています。何度目かの挑戦でございます。マイキー連れてきたけど、なんかちょっと貫通で扱いづらかったので諦めました。失礼いたしました。わー、反射印の攻撃が結構痛くて、1ステージ目から結構削られて死ぬこともあって怖かった。はい。で、攻略動画というか、この動画はこんなステージだなーっていう感じで見てもらえばいいと思います。私いつも未開の攻略を主に出していて、あとはモンストはガチャ動画を出してるんですけど、なんかうまくこうステージのことをお伝えできるかどうかが不安ではあります。ただ私なりに一生懸命お伝えしていこうと思うので、ぜひご覧になってください。お願いいたします。さっきやった感じ、ここの天使ちゃんね、上2人と下2人がなんかペアだった気がするんだけど、あ、違うんだ。ランダムで1人蘇生させる感じか。 OK です。頑張って天使ちゃん倒さないと。お、いいぞ。ダメだった。でも、このベガ、ドレインがあります。友情コンボ ×2 があるから加速を2回することができるし、このルナもドレインがあるから、すごい助かるよね、そういう意味ではね。頑張っていきましょう。で、マジでタケミッチ、ダメージボール持ってないから、本当にね、怖い。で、ここは蘇生じゃない。バイクは蘇生じゃないから。はい。あ、で、このヤマトさんは超アンチダメージウォールと超レーザーストックがあるから回復できるね。あと回復持ちでレフトポジションキラーということであります。もう適当にはまろうか。反射印がとりあえず怖いのよ。で、はまれそうだったらはまってもいいと思うな、ここ。はい。こんな感じで、行きましょう。で、竹道の SS。スピードとパワーがアップ、停止後に味方のパワーをアップ、HP を回復。お、すごいいいじゃん。そしたら、先にお天使様を倒しましょう。そうしないと、なんかすっげえ殴ってる。オッケーオッケー。はい。天使ちゃんを倒すと、芝泰樹が攻撃ダウン、あ、違う、防御ダウンしますね。あ、竹ミッチの動きマジで気をつけて。もう、青いとこにも入りたくないね。わー、レナの加速を拾った。オッケーオッケー。回復しててもらって、オッケーオッケー。ハマりでもいけそうだ。で、ベガはパワーがアップ、味方に触れると HP が回復。あ、いいね。もうこのために生まれてきたような感じですね。あー、これ下に下が、なんだ、青いとこ入らないんだ。お、いい感じですね。はい、そしたらヤマトさんで、あの剣取りたい。この、オッケーオッケー、強っ。レフトポジションキラーだから、レフトにいる敵をキラー対象として
殴っていってますね。お、竹ミッチ。え、なんもないね。そしたら青いとこに入りたいよね。全然削れない。どういうことだこれは。え、こういうこと、こういう風に、あ、え、絵がクリティカル出した。魔王キラー M、 魔王なわけないよね。 OK です。そしたらバフかけていこう。多分みんなに当たれるかわかんないけど、こう、あ、ど適当に打っちゃった適当に打っちゃったよ。とりあえずヤマトをできたよ。あ、竹道にもできたよ。出川埋まってる。あ、天使ちゃんも倒せた。オッケーです。そしたらちょっとヤマトの SS 打ってみようか。最初に触れた敵だから。あ、投下した。チックショー。オッケー。どうにか倒してくれ。ベガに当たれなかったから加速できなかった。竹道は、え、怖っ。え、怖っ。めっちゃ横感しとく。だってこれ赤に入ってあそこで、ダメージボールで削られちゃうもん。マジで竹道のダメージボールないの忘れないようにしましょうね。この人は、味方に触れると HP 回復だからまあいいや。でもこの人即死っぽくない？バイク。オッケーオッケー。ルナバフがまだ切れていませんので、あそこにパバーンってはまりたいね、でもね。無理やり削ってる。で、最後ヤマトの SS 打ってみよう。最後じゃないかもしれない。はい、と、適当。おー、強い。オッケーでーす。クリアできましたー。クリスマス決戦編も見たからね。オッケーですー。オッケー、ありがとうございます。はい、芝太樹さんゲット。そしてミッションもクリアしました。受け取ります。ぜひ参考になれたら嬉しいです。じゃあまたね、バイバーイ。